はい、ヒルビール放送局、マコネーです。相変わらず、お昼過ぎ、今12時半なんですけど、もうお腹いっぱいすぎて、そう、座ってたり横になったりするとまたお昼寝しちゃって、気がついたら15時なんてことになるといけないので、今は立ちっぱなし。で、まあ、いつもね、パソコンは私立ち机なので、立ってパソコンいじってるんですが、今日は、もう、早めにパソコンの前に立ちました。と今日お話していくのは、最近ね、納豆作りをしてるんだよっていうのを、ショートムービーでちょっと動画上げたんですけども、実はですね、過去に何度も納豆作りっていうか、納豆の培養ですよね。培養って言えばなんか科学っぽいけども、要は、大豆、蒸した、煮た大豆に、市販の納豆を入れて混ぜて置いとくと、納豆菌がね、繁殖して、他の茹でた大豆も納豆になるっていうので、よく、そうだね、ヨーグルトメーカーで作りましたとか、そういうのを、いろいろ見ますよね。そう。ごめんなさいね。胃がしっかり動いてるというか、なんか、ね。そんな感じで、今、納豆作りにチャレンジしてるんですけど、ヨーグルトメーカーもあるんです。あるんですが、私ね、ヨーグルトメーカーで納豆にチャレンジして、できたことがないんだよね。まあ、温度管理が良くないのか、入れた納豆が少ないのか、まあ、なんとも言えないぐらい、なんか、納豆っぽい匂いはするんだけど、ネバネバがないっていうか。それで、まあ、何回か挫折して、まあ、2、3回やって挫折して、なんかもういいや、みたいな感じになったまま、ヨーグルトメーカーはね、机っていうか、流しの下に埋まってます。もちろんヨーグルトも、ヨーグルトは作ってたんですけども、豆乳ヨーグルトにハマってたんだけど、豆乳ヨーグルトってなかなか微妙にうまくいかなかったりするじゃないですか。まあそれで、まあヨーグルトはもう随分作ってないんですけども、もう2年ぐらい触ってないんだけど、ヨーグルトメーカーも。で、納豆も、まあ買えばさ、まあ安い日で、まあ、3パックセットで、60円、70円ぐらいの時もあるわけですよ。うちの近くのスーパーに。で、まあ、それだったらね、1週間分買っても、まあまあ、200円支援しないぐらいじゃないですか。だから、毎日食べるには、それでも十分かなと思って、私ね、胃の調子がやっぱね、うんちが出づらいから、マッサージしてもなかなか、マッサージした次の日の朝はまあすごい出るんだけど、マッサージするの忘れちゃったりとかしちゃうと、まあ、なかなか最近しっかり出ないわけですよ。そう。それは多分、何かしらの栄養が足りてないのか、ストレッチをごまかしてるからかっていう。まあ、理由はなんかあると思うんですけども、やっぱ出が悪いことは出が悪いんです。うん。まあ、それで、納豆かヨーグルトか、味噌はね、毎日食べてますけど、まあ、もうちょっと増やしたいなと思ってたときに、ヨーグルトを作るために牛乳って思うと、まあ、牛乳1パックね、やっぱ、200円近くするわけですよ。そう。で、牛乳1パック作っても、まあ、パコパコ食べれば、2日3日でなくなっちゃうわけです。2日に3日でなくなっちゃうヨーグルトを、200円毎回出すんだったら、まあ、納豆、3パック入りのやつ安い時にまとめて買った方がいいかななんて思って、まあ納豆にしようと思ったんですよ。で、納豆買ってきた。でも、思ったんですよ。納豆って、茹でた大豆、私は自分の特製ダイエットフードの中に茹でた大豆入れるので、まあ豆の大豆と、大豆を茹でるのは結構頻繁にやってるんですけども、茹でたのをそのまま、鍋に放置しておくと、10時間ぐらいした頃になんかね、ネバッとしてくるんですよ。ネバッとっていうか、なんかこのままいったら納豆になるんじゃないかみたいな感じになるの。うん。だからまあ、あったかい状態で保温しておくと、まあ納豆になるんじゃないかなと思って、まあそれならば、
って感じなんですよ。で、ジップロックの袋に茹でた納豆を入れ、で、普通の市販の納豆3パック分入れ、そしてごちょごちょかき混ぜて、ベランダの日光に当たるところに置いといたら、納豆になるんじゃないかと思ったわけよ。私はね。で、まあ思ったらやってみる。コストもそんなかかんないし。まあそれでね、3日4日間ぐらい日光が当たるところに吊るしてあるんだけど、あのね、確かにね、混ぜた上の方はね、なんか納豆っぽい、白い糸っぽいのがね、できてきてるの。でも、奥の方は全然、まだ、納豆なんていう感じでは全然なくて、まあこれどれくらい置いとけばどうなるかちょっとわかんないんだけど、とりあえず納豆になるか腐るかどっちかだと思うから、まあ我慢強くそのままほっとこうと思ってるんです。でも、そこでね、ベランダで簡単にジップロックで納豆ができるってなったらいいと思いません？そう。私ね、多分ね、今の失敗したとしたら、大豆にちょっとね、大豆に煮た時の水分も結構一緒に入れたの。うん。水分一緒に入れると、なんかいい気がして。もしかしたら、失敗するとすればその水分が多すぎる。もしくは、まだ、気温が低すぎて中の温度が上がらない。まあ、どっちかだと思うのよね。そう。だとすれば、まあ中のね、温度が上がらないのは、まあ、季節的なもんで仕方ないから、まあ、もうちょっと暖かくなれば、できるんじゃないかなと思うんだよ。そう。で、今回のがうまくいかなかったら、ちょっと水を抜いて、ほんと茹でた、ふかふかの、豆の状態と納豆を混ぜてやってみようかなと思ってます。なんかね、私はカツカツのね、ほんと、カツカツの超ミニマムな生活してるので、まあ、ぶっちゃけね、1ヶ月に自由になるお金なんてほんとなくて、ほとんどなくて、まあダイエット、16時間断食するときに、やっぱり、食事ってものすごく重要な要素なんですよ。うん。それで、まあ、16時間断食するにあたって、可能な限り、良質なね、栄養を、可能な限り安く安定して、取るにはどうしたらいいかって考えたわけ。うん。そうすると、やっぱりね、スーパーで買うよりね、自分で作る方が早いわけ。安いわけ。もしくはもらうか。まあ、それで、杉本さんからいろんな野菜をいただいたりするんだけど、もちろん杉本さんからいただいた野菜だけで全部賄えるわけじゃなくて、近くのね、スーパーじゃない、近くにね、街の真ん中だよ。言うなれば、新潟の銀座みたいなところなんだけど、長岡の銀座みたいなところだけど、そこにね、無料野菜販売所があって、まあ、そこはね、だいたい、スーパーで売ってる野菜のね、6割、ぐらいで売ってるかな。6割、7割ぐらいで売ってるの。だからまあそこにね、定期的に行って野菜買ったりしてる。ただね、現金でしか払えないから、現金ポストの中で他人いてる感じだから、まあね、まあ私普段からさ、現金なのほとんど持たないから、まあそのためだけに現金を用意してみた。お財布の中100円玉でいっぱい。それしかない。てか1ヶ月通して現金使うのはそこだけだから、うん。そう。まあ、そうやって、いろんな野菜を食べるようにしてるんだけど、その他にね、いろんなことをやってみたいんだけど、今ね、ちょっとやってみたいと思ってるのは、まあ、納豆ができるかどうかは別として、塩麹じゃなくて、米麹を使った、いろんなことにちょっとチャレンジしてみたいなと思ってるの。うん。まあ、もちろんね、味噌作りは、まあ、簡単よ。ちょっと大変なだけで簡単よ。うん。ただ、味噌は、杉本さんが作ってくれた味噌を定期的にいただいてるので、味噌は困ってないの。うん。となれば、じゃあなんだろうと思うと、まあ、米ぬかを使ったものって定番といえば、ぬか漬け？ぬか漬けはね、私はね、チャレンジしたことないんだよね。でも、ぬか漬け、良さそうじゃん。良さそうじゃん。まあ、私はほとんど一日に、毎日ここに部屋に帰ってくるわけだから、まあ、一説には毎日かき混ぜなきゃいけないとか、手袋はダメだとか、いろんな噂があるけど、まあまあまあ、ぬか床
なんか、できるんじゃないかなと思ったの。そう。だからちょっと、ぬか漬けチャレンジしてみたいなと思ってたりとか、あと、まあ、コメントで見た方もいるかもしれないけど、テレビ入りじゃなくて、16時間断食の反省会の中で、友達がね、私の知り合いが、もともとの知り合いが、甘酒いいよっていうふうに言ってくれたのよ。甘酒もね、やっぱ米麹から作った方が美味しいわけじゃん。そう。作るの簡単だし。だからまあ、夏は甘酒も結構頻繁に作ろうかなとか思ってるの。まあね、うちにあるさ、食器、調理器具って言ったらまあ、本当ね、狭い部屋だから、リアルな調理器具って言ったら、圧力鍋くらいなの。あとボールがいくつかあるけど、あとは100均で買った2、300円のテフロンの鍋みたいな。それくらいしかないから、まあまあね、包丁とまな板ぐらいはあるけど、本当はキャンプで使うようなペラペラのやつだし、まあ包丁はね、私さ、もっと居酒屋でさ、刺身切ってた頃とかあるのね。まあそれで、包丁さ、研ごうともやっぱ研げちゃうの。で、まあ砥石はあるのよ。だから100均の、包丁を研いで、いつもサクサク。そう。私の100均の包丁は、トマトを全然潰さないで、スライスできるよ。綺麗に。そう。シュッて。逆にね、切れない包丁の方がね、私ね、嫌なんだよね。だからさ、ほんと。いつも、包丁をね、暇さえあれば研いでる。そうそう。そうやって、米麹と、ちょっとうまく、今年は、まあ、米麹とかっていうか、発酵食材と、今年はうまく付き合いたいなと思ってるんだよね。なんか発酵食品を上手に手作りできたりとか、上手に扱えたりするのってさ、なんか、かっこよくない？すっごいかっこいいと思うの。そう。杉本さんもそうなんだけどさ、杉本さんがちょこっと作ってくれた、白菜の漬物とかさ、茄子漬けとかさ、本当に美味しいのよ。そう、本当にもう杉本さんの娘になりたいってぐらい、本当に美味しいのよ。でも杉本さんが言うには、杉本さんちのリアルな娘はあんまり好きじゃない。漬物、かわいそうに。で、納豆さ、納豆じゃなくて、味噌を作ったけど、うちの人たちは、うちの家族はみんな、もう黒い、大豆の納豆、納豆じゃなくて味噌はあんまり好きじゃないって言って、売りが悪くて、本当残ってんだよ。この味噌を残、美味しいって言ってるのは、まこちゃんと、うちの姉だけだわ、とか言って、まあ、いっぱいあるからさ、まあ、欲しい時言って、っていう感じだから、まあ、なくなるたびにすいません、味噌をいただきたいです、みたいな感じで、味噌を杉本さんからもらってるの。そう。そうするとさ、まあ、ぬか漬けができるようになったら、酒粕のね、酒粕で、酒麹かな？まあ、麹酒？違うな、酒麹だな。酒麹の漬けるのもできるじゃん。まあ、麹があればね。で、なればさ、まあ、麹で、酒粕と麹で漬けた、胸肉かをさ、胸肉かなんかを、スライスして、お味噌汁に入れたら美味しいと思うんだよね。絶対美味しいと思うの。まあ、焼いてもいいと思うし、まあ、煮ても焼いても蒸してもいいと思うんだけどさ。絶対美味しいと思うんだよね。そう。まあ、ここはさ、米どころだから、てか、酒どころだからさ、まあ、酒蔵はね、いっぱいあるわけよ。そう。まあ、シャーと言って、米麹ください。じゃ、米麹もそうだけど、酒粕くださいと言うと、まあ、もらえるところもいっぱいあるんだけど、まあ、スーパーに行ってもいっぱい売ってる。地元の酒の酒粕が売ってる。まあ、大量生産されてるやつよりもずっと美味しいよね。そう、お味噌汁にちょっと入れるだけでも、もうほんと、うわ、お酒のいい匂いみたいな感じになる。そう。そうやって、酒粕とか、まあ、そういうね、発酵食品を、上手に取り入れていきたいんだけど、となればさ、米ぬかも自分で作れるんじゃね？って思うわけよ。だって、米にさ、菌をまぶして、で、できた、まあ、発酵食品なわけじゃん。まあ、大元だから。
じゃあ、米麹を自分で作るにはどうしたらいいべかっていうふうに、まあ、チャット GPT にさ、チャット AI に聞いたわけさ。そうしたら、どうやらね、米麹を作るキットがあるらしいと。Amazon に売っとるぞっていうことで、まあ、検索してみたんだけど、そう、そう。たまにね、チャット AI さ、Amazon でなんか調べろとか探せとか言うと、なんかさもそれっぽいこと言うんだけど、それが見っからないんだよね。そう。だからね、白木屋っていうさ、居酒屋じゃない、白木屋っていうところから出てるらしいんだけど、そもそもさ、白木屋で麹が見っからないんだよね。あら、まあどうしましょう。みたいな感じでさ、まあ、15分くらい悩んでたんだけど、まあないものはない。まあそんなわけで、まあ、米麹も、でもね、米麹の作り方っていうのが、やっぱ、いろんなサイトに出ててさ、そう、米麹も、そんなに難しくないは難しくない。うん、ただ、まあ、ねえ、どうだろう。私の部屋で作るにはちょっと難しいのかな。まあでも、米麹もできればやってみたい。と思うと、梅干しも作ってみたいんだよね。でも梅干しつけるんだったら今なんだよ。タイミング的には。そう。そう。位置行くと梅も多分もうよろっと売ってると思うんだよね。そう。ただまあ梅干しもね、梅干しこそちょっと手間がかかるというか。うん。まあだからまあ今年は、まあせいぜい納豆、まあ塩、米麹と一緒に夏を過ごそうと思うんだけど、来年は、もうちょっと梅干しとか、ちょっと漬物とかに、ちょっと積極的にチャレンジしたいなとか思ってるのね。そう。だってさ、ほんと杉本さんのさ、ちょっとしたさ、漬物美味しいし、やっぱさ、漬物の素とかあるじゃない？いろんなのあるじゃん。でも、ああいうので作った漬物より、漬物ね、美味しくないんだよ。そう。めっちゃまずいのよ。うん。市販のさ、漬け汁みたいなやつ。ほんと、これ何が入ってるのってぐらい、ほんとまずくて、私は嫌なのね。やっぱさ、ほんと農家のお母ちゃんとかが作ったさ、ほんとさ、ほんと塩と野菜だけみたいな、ほんと、ちょっとした漬物がまためちゃくちゃうまいわけよ。そう。それをね、自分でやれるようになりたいんだなぁ。そう。もうね。で、まあ、できればね、さらにその先ね、梅干しも作った塩麹でいろんなこと、ぬか漬けもやった、酒粕の塩麹漬けもやった、んで、甘酒も作った、味噌も作った、納豆も作った、で、梅干しも作った。その先にもう一つね、ぜひやってみたい漬物があるのよ。それも結構ね、まあ、わかれば大したことないんだけど、まあ、うちの部屋でやるには、ちょっとね、というか、うちの部屋そもそもさ、まあ、日が当たらないと、どこに保管するんだって感じだけど、まあ、なんとかなるよ。まあ、その中で、ぜひやってみたい漬物があるんだよ。それはね、キムチ。キムチもね、そう、私さ、何回か韓国に行ってるんだけど、やっぱね、韓国のさ、今はわからんけどね、カフェでさ、コーヒー飲んでもキムチが出てくるわけよ。今は空港どこだったっけ？忘れちゃったけど、当時、インチョン空港にあった頃に、インチョン空港でコーヒー頼んだらさ、キムチが出てきて、あら、びっくりみたいな。コーヒーにキムチかいみたいな。ことを思ったことがあったんだけど、キムチもさ、やっぱね、私はね、知り合いがいたから韓国に行ったんだけど、知り合いのさ、お母さんからもらった手作りのキムチが忘れられなくて、やっぱね、キムチはね、いや、キムチこそ手作りじゃない、手作りが美味しいんじゃないかなと思って、キムチも手作りしてみたいんだよね。そう、うん。ホイエとかはいいよ。ホイエとかは別に、食べなくていいからね。ホイエじゃなかったっけ、韓国のさ、エイをつけた漬物、すっごい、アンモニア臭が臭いやつで。もう、まあ、ホイエは別に食べなくていいけど、そう、キムチね、手作りのキムチ作ってみたいのよ。そうするとさ、発酵物いっぱいあるだ。そう、まあね、私はさ、発酵食品やっぱ好きなのよね。そう。そう、あれとかも好きだよ。なんだっけ。あれ、ど忘れしたぞ。あれ、船寿司。うん。船寿司も、
まあ、生臭いっちゃ生臭いけど、船寿司こそ私はね、お茶漬けが、船寿司のお茶漬けが大好きなの。船寿司にご飯のね、のつけ、漬物としょっぱいとこね、ご飯。ご飯と一緒に船をつけるんじゃないかな、船寿司。うん。そう、ご飯の、その漬け込んだご飯と船寿司を、あったかいさ、ご飯の上乗っけて、そう、煎茶をかけて、それを食べるのが、すごい好きなのよ。ただね、生臭いのが苦手な人は、無理だね。うん。あと、独特なしょっぱさというかね、でもあれは美味しいんだよね。船寿司が苦手って人は、ほんとかわいそう。そう。トマトさん、日本中きっとさ、いろんな発酵食品があるんだろうな。そう。その発酵食品をね、ちょっと、いろいろ、自分で、試してみたいんだ。うん。そう。他にだとね、そうだな。うん。そう。まあ、納豆さ、いっぱい、培養できればさ、まあ、毎回ね、お味噌汁に私納豆入れたいし、私ね、お味噌汁に納豆入れるの大好きなの。うん。そう。お味噌汁に納豆入れたいし、そう。まあね、キムチも自分で作るんだったら、やっぱキムチ納豆最強だね。そう。うん。それに漬物でしょ？そう。いやー、ほんともう、思うだけでもう、なんか、豊かな食事が私の目の前から離れない。そう。なんだってさ、あれ、昨日だったかな、ちょっと読んでた小雑誌。あのね、モニプラでさ、もらった商品がさ、玄米酵素っていう会社からもらったさ、その商品の中の、そのパンフレットの中にさ、食堂のすすめっていうのが書いてあって、そう、主食となる米を中心に、野菜や海藻、発酵食品を取り入れた日本の伝統的な食文化である和食は、理想的な栄養バランスと言われています。私たち日本は古くから伝わる自然の法則、食の三原則を基本とする食の考え方を食事道と名付け、その考え方に沿った食事法をお伝えします。っていう、スポットからそう書いてあるんだけど、このさ、日本の伝統的な食文化である和食は理想的な栄養バランスと言われていますって。もうここだけね、私ビンビン響いちゃってさ、そう。でさ、ここに出てた食事道の、その食の三大原則が適応食、深度富士一物全体食。まあ、よくわかんないんだけど、まあ、人間に適した穀物や野菜を中心とした食事っていうことかな。うん。その下にね、こんなこと書いてあるのよ。和食が美人を作る理由。響かない？響くよね。響いたの私だけじゃないよね。私ね、和食が美人を作る理由、もう私ここだけでね、食事堂もなかなか素敵な名前をつけたなぁと思ったんだけど、そう、食事堂ね、私がちょっと説明するにはまだまだちょっとね、難しいんだけどさ、和食が美人を作る理由は、三つに分けて書いてある。うん。これはね、1、栄養素や食物繊維をバランスよく取れる。うん。腸内環境を整える発酵食品が多い。3、多様で栄養価の高い旬のものを取れる。いいね。いいね。そう。もうこのさ、あとね、当たったのよりこのパンフレットが私はすごく嬉しかったの。ものすごい嬉しかった。もう。いやね、こんな充実したパンフレット、なかなかないよ。まあ、その中に、玄米発酵食の玄米酵素と、あ、玄米酵素も自分で作れるんじゃない？玄米発酵食だ。玄米酵素も作れるよ、きっと。うん。そして玄米でしょ？で、麹菌。この三大発酵食品なんだよね。まあ、これがさ、やっぱりいや、ぜひ、これを極めたい。そう。うん。私の16時間断食は、まあ、これを極めるためにあるのかもね。そう。うん。いやー、いいなー。そうなー。でもさ、これ、売ってるの買うのはさ、結構高いんだよな。そう。いくらだったっけなー。
ハイゲンキビスキビスフィス。3.5g90 袋。だからまあ、1袋115円。まあ、高くはないか。そう。なるほどね。いや、ごめんごめん。これ、収録だった。そう、ちょっとこれ、よくよく読んで、まあ、どれがいいかなって、ちょっと検討しながら、まあ、買えるようなら、まあ、継続して買いたいなと思うんだけど、でも作れるんだったら作りたいな、自分で。そう。だって自分で作った方が、絶対、楽しいもん。なんかね、思ったのも、私の、感覚の中で、ちょっと待ってね、くしゃみ。私のね、感覚の中で、やっぱ食事って作るのも楽しいし、食べるのも楽しいもんだっていうことは思う。なんかね、まあもちろんね、外行って食べるのも楽しいよ。外行って食べるのも楽しいけど、なんだろう。最近は自分で作る楽しみをすごくなんか実感してる。まあ、16時間断食始めて60日、ちょっと62、3日なんだけど、そう、ちょっとごめんね。もう一回、今度はおなら。無事終了。一応ね、その時で、ちょっと、収録中断してね。そう、まあ、そんなわけで、まあ、自分でね、16時間断食始めて、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいだけど、やっぱね、自分で作って食べるって本当楽しいね。なんかね、だんだんね、もうちょっと大きい冷蔵庫欲しいなとか、思うようになってきたけど、まあまあまあ、まあ大きい冷蔵庫買うとね、引っ越すとき大変だし、電気も結構食うしね。まあでも今のちっちゃい冷蔵庫より電気食わないかもしれない。大きい冷蔵庫の方が。そうやって、なんか自分で作れる食事のバリエーション。まあ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 。私も家族の分、食事作ってた頃があるから、まあまあ何でも作れるけど、私のこれからの食生活に必要ないろんな食べ物を作れる自分になりたいんだよね。私が作れるのはさ、どっちかというと、デブになるための、体を太らせるための食事は得意さ。だって。私自分で作ったのを食べて太ってるわけだから。でも自分の体の栄養バランスをしっかり整えてくれる食事は私はまだまだよくわからない。ほんと勉強中。それがね、また、その勉強も楽しいし、まあ、作るのも楽しいから、このね、この食事道の進みはね、ほんとに、いいな、いいテキストをもらったな。これ確かね、食育のためにな、セミナーみたいなのもやってんだよね、確か。そう、スティン、子育て、料理教室ね、食、そう、そうね、ちょっとここの会社関わってみたいな、そう、まあ、何が必要かちょっと分かんないけど、そう、まあ、多分管理栄養士の人とかもいっぱい関わってるだろうから、まあ、そういう人、にちょっとお話聞きながら、まあ、酵素に関してはまだまだ全然わかんないし。そう。まあね、人間の体ってさ、やっぱりさ、食べるものからできてて、まあ私が言うのも、散々ね、サプリを売る仕事もいっぱいいろんなことしたけどさ、散々いろんなことやった、今の私の感想はね、やっぱりさ、口から入れて食べるもの、サプリじゃないよ。サプリを飲んでも、飲んで健康になったとしても楽しくないもん。そう。やっぱね、食から栄養を取ってこそ楽しんだわ。そう。いや、それだけね、やっぱり私、食事って、やっぱ楽しい。ほんと楽しい。だからね、ほんと、まあ、料理まではならなくてもいいけど、まあ、自分でね、いろんな栄養を、栄養のことを知った上でいろんな料理ができるようになりたいな。そう。いや、またなんか、今までさ、料理は食べればいいや、みたいな、まあ、適当に何でも作れるし、なんて思ってたしさ、私、お寿司とか握れるの。手巻き寿司じゃなくて、握れる寿司は握れる。
そう、寿司飯作ってさ、お刺身さばいて握るのもできるから、まあ自分でお寿司も握ろうと思えば握れるし、あの、お店で出すような刺し盛りも作れるよ。うん。あの、大根のつまを自分で、あの、大根から、あの、作ることもできるよ。そう。そういうこともできるけど、でも、なんだろう。何でもさ、できるけど、でも、私が、今から先の私が必要なものは何も知らないっていう感じかな。お店で出すさ、あの、本当なんだろう、洒落たさ、お料理とか、あの、いろんなお料理あるさ、そういうものじゃなくて、あの、普段家庭で食べるような、本当日常的な家庭食みたいのがね、やっぱよくわからないのよ。まあそれはね、大先輩、杉本先生って強い味方がいるから、まあ杉本先生にいろいろ教えてもらいながら、まあぜひね、いろんな、あの、食事を、食事っていうか、あの、ご飯が作れるようになりたい。うん。そう、美味しいご飯とね、まあ土鍋もらったからさ、土鍋でご飯炊くとめちゃくちゃ美味しいのよ。微妙に火加減が難しいけどね、そう、土鍋飯も食べたいな。うん。そんな感じで、今日はね、そう、ちょっとこれから出かけなきゃいけないから、ちょっと早めなんだけど、まあ、今日は、とにかくというか、あの、私が今ハマってる、あの、納豆作り、まあ、あの、自分で作る食生活みたいな、自分で作って食べる食事、和食の世界みたいなのを、ちょっと、あの、お話ししてきました。うん。まあ、ちょっとね、話足りないのもあるんだけど、話足りないのっていうと、あの、再生農園っていうか、再生農法ってことじゃないけど、ほら、あるじゃん。豆苗を、あの水耕栽培で再生するとか、まあ、そういうのもやってみたいんだけどさ、まあ、ちょっと、ゆっくりやっていくことも、うん、慌ててやり始めると、全部中途半端になっちゃうんで。まあ、そんなわけで、今日は、和食に精通する素敵な私になりたいなと思う、そういう思いを皆さんに、ちょっとダラダラだけどね、話させていただきました。そんなわけでね、ヒルビル法則の、ちょっと待って、下見。ヒルビル法則の、あの、M キャストは、今日はこれにて終わりにしたいと思います。また明日、いつもの10時に、から配信ということで、皆さんまたお聞きください。マコネでした。バイバイ。またね。